生活医療です。世界中の子どもたちへ、日本では、ハロウィンで、興じていますが、世界の子どもたちは、それこそ難民の方もいらっしゃるし、いろいろ大変な思いをしている方もいると思います。この時代を乗り切って、今年の2015年のクリスマス、そしてまた正月を迎える、年末年始を迎えられるというのが本当に幸せなことだと思うんですが、無事で安全で、楽しく、幸せな方向に行けるように、音楽を送りたいと思います。ザ・クリスマスソング。Mm-hmm.